皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はなんと、ゲーミングブランドで超有名な、レイザー様から案件をいただきました。え、レイザー？はい、私もまさかレイザー様から来るとは夢にも思ってなかったです。ということで、今回は、そのレイザーから新しい簡易水冷が新発売ということで、こちらのレビューをやっていきたいと思います。てかその隣に映ってるパソコンは何？今回簡易水冷以外にもケースやファンをいただいたので、実際にケースに入れての使用感などもやっていきたいと思います。ということで、今回は、まず簡易水冷クーラーの使用や使い方、実際にパソコンへの組み立て方、ケース内で使った際の使用感などを、やっていきたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。それではまず今回のメイン、簡易水冷ですが、レイザーハンボクローマ RGB AIO リキッドクーラー ARGB ポンプキャップというものになります。長いわね。ですね、なのでレイザーハンボクローマで行きましょう。こちらはすでに 240mm モデルが発売されており、こちらの 360mm モデルは、いつ発売なのよ。6月10日に新発売となります。240mm と 360mm で発売日が違うのね。そうなんです。で、こちらのお値段なんですが、税込52,880円で販売しているみたいです。結構いい値段するわね。240mm と比較すると約1万円の差みたいですね。では開封をしながら、この簡易水冷の特徴を説明していきましょう。まず第1ポイントですが、Cooler in color。こちらは最大限の熱性能を発揮できるように設計された一体型水冷クーラーで、レーザーハンボはどのような負荷をかけても CPU の温度を低く保つみたいです。ARGB ポンプキャップタイプが用意されており、レーザークローマ RGB ソフトウェアを使用して制御することができます。ということで、後ほどどのくらい冷えるのかも見ていきたいと思います。続いて究極の AIO デザイン。レーザークローマ RGB 対応 AIO 冷却ソリューションは、CPU のパフォーマンスを向上と温度上昇を抑えるみたいです。水冷ヘッドにもこだわっているみたいです。続いて静かで効率的な水冷クーラー。レーザーの AIO クーラーは、熱伝達性を高め、流体ベアリングとの併用で静音性をかなり高めているみたいです。かなりの静音性を高めたファンのようなので、そこら辺も見ていこうかと思います。その他の特徴的なのはこちらになっております。なんかいろいろすごそうね。では実際に簡易水冷の方も見ていきましょう。こちらが箱の中身すべてとなります。こちらの簡易水冷はインテルは第12世代まで、AMD は AM4 まで標準対応となっております。ではこちらを実際に取り付けて、どのくらい冷えるのかも見ていきたいと思います。シュラララ。今回はケースもいただいたので、せっかくなのでケースもご紹介しながら組み立てていこうと思います。今回使うケースはこちら。レイザートマホーク ATX になります。なんと重量が 18.3kg とかなり重たかったです。ちなみにこちらのケースは最安で 37,980円になります。結構いい値段のケースね。それでは開封していきましょう。正面にレイザーのロゴが入って結構かっこいいですよね。ではこちらにマザーボードを取り付けていきます。今回使う CPU とマザーボードは、インテル i9-12900K と MSIMPGZ690H Wi-Fi DDR4 になります。この爆熱の i9-12900K をケースに入れた状態で冷やしきれるのか今回は試していきたいと思います。では続いて今回使用するケースファンですが、レイザークナイクローマ RGB120mm LED PWM になります。こちらは3枚セットで現在最安15,090円になります。こんな感じのファンが3枚入っており、ファンの枠が光るようになっております。で、このファンなんですが、これ同じもの。こちら右側は簡易水冷についていたファンで、左側が3枚セットのファンになります。似てるわね。似ているというかこのハンボクローマ搭載のファンは、クナイクローマになるんです。ってことは同じもの。はい、ケースファンと同じファンとなります。それから最後にもう一つご紹介です。こちらはレーザー PWM PC ファンコントローラーというもので、いわゆるファンコンってやつですね。先ほどのケースファンをこちらに取り付けて、ファン制御などができるようにします。こちらはお値段が6000円ぐらいになります。こんな感じの黒いファンコンで、最大8機まで同時接続可能となっております。それでは組み立てに戻りましょう。
しららら。それでは簡易水冷を取り付けていく準備をしていきましょう。まずはこちらのバックプレートをマザーボードに取り付けます。付属品の中に LGA1700 と書かれた袋があるので、こちらのネジを使って、バックプレートを止めていきます。続いてラジエーターにファンを取り付けていきます。ポン、ポン、ポン。ネジを各穴に入れていきます。続いてネジを締めていきます。で、このネジなんですが、ネジの頭が六角なんですよね。なので付属の六角レンチで締めているんですが、普通のプラスネジの方が締めやすいなぁと思いました。ということで、ケースに入れていこうと思います。今回はフロントにケースファン、トップにラジエーターをセットしていこうと思います。これが悲劇の幕開けだった。ということでまずはラジエーターをセットして。あれ?つかない。ケース左上にケースからのケーブルが複数出ており、これが邪魔をしてラジエーターを入れることができませんでした。仕方がないので、ファンを逆向きにセットして、ホースが左側に来るように取り付けます。これだとちょっと無理やりではありましたが取り付けることができました。そしたら次に水冷ヘッドを取り付けていきます。今回はせっかくなので付属のグリスをそのまま使ってみたいと思います。最初からついているグリスって熱伝導率が悪いんだっけ?そういう風に言われていますね。あとはグリスが固着して、AMD の CPU だとすっぽんしやすかったりとあるみたいですが、最近は付属のグリスでも結構冷やせてるものも多いので、今回はそのままで検証していきたいと思います。ということで取り付けが終わりました。あ、ちょっと見にくいのですが、水冷ヘッドにもレーザーのマークが入っております。で、取り付け時にマークの向きが変だったりした場合、こんな感じで簡単に取り外しができるので、きちんとした向きに変えることができます。おお、それはいいわね。では続いてメモリを挿していきま。曲がってる。いやちょっとこれどういうことよ。はい、これなんですが、水冷ヘッドからのポンプが結構大きめだったので、厚めのヒートシンクのものだと干渉してしまうみたいです。これは怖い。2本差しなら問題ないんですけどね。で、仕方がないので、ポンプの向きを変えようと思ったんですが、もう一つ難点が。何?はい、こちらのリアファンなんですが、ケーブルが邪魔して取り付けられないんですよね。ってことはポンプの向きを変えてもリアファンが取り付けられないってこと?そういうことですね。仕方がないのでファンとラジエーターを全部入れ替えたいと思います。はい、ということで結果的にはこうなりました。フロントに簡易水冷のラジエーターとファンがついて、トップとリアに3枚組のファンをそれぞれ2枚と1枚取り付けました。これなら冷たい空気がまずラジエーターから入り、暖かい空気が上と後ろから抜けるようになりました。おお、これがいわゆるエアフローってやつね。ですです。あとこちらがこのパソコンのスペックとなります。果たして i9-12900K を冷やし切れることができるのか。それでは起動させてみましょう。シュララララ。はい、ということでこちらが Windows 11のホーム画面となります。ではここからシネベンチ等を回す前に、まずはレーザーシナプスをインストールしましょう。こちらはレーザーの RGB やファンの制御をしてくれるソフトになります。こちらのシナプスを入れないと、ファンが全開となり、まるで扇風機のようなファン回転となるのでご注意ください。で、細かい設定がいろいろできるんですが、ファンの設定はこのアドバンストでやってみたいと思います。それではシネベンチやってみましょう。あ、もちろん蓋は閉めております。シネベンチ R23?
はい、それではやってみました。シネベンチ R23。さすが i9-1万、2900Ki 変わらず早いわね。30秒ぐらいあればマルチが終わっちゃうんですよね。では結果を見てみましょう。スコアはマルチが27,302 ポイント、マルチ10分間が27,132 ポイント、シングルが1,975 ポイント。温度はアイドル時26度で、最高温度が92度と100度となりました。さすが20分間はやっぱり厳しそうね。まあでも CPU 使用率 100% を出し続けるようなことが少ないだろうから使用には問題ないかなとは思いますけどね。では続いてもう一つ。ファイナルファンタジー14。FF14 ベンチマークもやってみました。なんでゲームベンチ？今回は FPS というよりもゲーム中の i9 の温度を見たくてやってみました。で、今これ20倍速で回しているんですが、CPU 温度はだいたい50度ぐらいで落ち着いてそうですね。つまり i9 でゲームするくらいなら温度は問題ないってこと？そういうことですね。非常に快適でした。シュララ。はい、ということで今回は、レーザーハンボクローマ 360mm のご紹介でした。シネベンチ10分はきついけど、割と冷えてたんじゃない？そうですね、普通に使う分には全然問題ないかなと思いました。今回のまとめ、まずは良かったところから、CPU 温度が低い時は本当に静かでした。動いているのかな？って心配になるくらい静かだったので、ファン自体はかなりいいものだなと感じました。二つ目は i9 の通常利用なら問題ないってことですね。さすがにフル稼働をし続ける場合は、グリスの交換等も視野に入れた方が、いいとは思いますが、普通に使う分には問題ないって感じでした。三つ目は高級感ですね。大人気のゲーミングブランドのレーザーということもあり、箱からしてかなりの高級感がありました。いまいちポイントはこんな感じでした。シナプスが入るまでは爆音でファンが回るので、初めて使う方はファンの回転と音にびっくりしないようにお気をつけください。ということで今回はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。